回皆さんにご紹介するのは、日本軍が戦場や占領地で現地生産調達していた兵器についてです。第二次大戦中、日本の占領地に置かれた東南アジアから太平洋にかけての広大な地域は、そのほとんどが元は欧米諸国の植民地でした。そのため現地で兵器を生産する能力はなく、日本軍が使用する兵器、弾薬は全て日本から輸送する必要がありました。もし現地で兵器を入手するとすれば、その方法は大きく2つ。1つが敵の兵器を奪う旅客兵器、もう1つが現地の資材や壊れた兵器を利用して新たな兵器を作り出す自活兵器でした。日本の同盟国や中国大陸の一部においても現地での兵器生産が行われていたほか、戦争後半にかけて日本の補給線が脅かされ、戦地での兵器供給が不足してくると、南方の戦場を中心に兵器の現地生産が試みられるようになります。今回は満州国のオリジナル装甲車両ラバウルのリサイクル航空隊、南方における兵器生産など、日本軍が現地生産調達を試みた兵器を4つ紹介していきます。簡易装甲自動車。簡易装甲自動車はアジアにおける日本の同盟国の一つ、満州国の軍隊である満州国軍が製造運用していた装甲車両です。これは日本製のトラックや貨車をベースに装甲板と武装を取り付けたもので、フロント部分に35ミリ砲1門、冒頭に口径 6.5 ミリの3年式重機関銃1挺を装備しており、冒頭は上部の装甲板を開放することで対空戦闘も行えるようになっていました。他にも車体の側面には銃眼が備わっており、 6.5 ミリの11年式軽機関銃6挺を装備しています。簡易装甲自動車はまるで第一次大戦時の戦車のように、あちこちに武器を備えた重武装の装甲車両でした。簡易装甲自動車は10人乗りで、独立自動車隊の下にある装甲車隊所属で11両が配備されていたということです。簡易装甲自動車は無門藩事件でソ連戦車と交戦しており、これは満州国軍が初めて経験した装甲車両による対戦車戦闘といえます。北支19式拳銃。北支19式拳銃は日本軍で初めて採用された国産オートマチックピストルである14年式拳銃の派生型です。北支19式拳銃は日本との海上輸送路が途絶した場合に、中国にいる日本軍に供給するために生産されたと言われます。そのため製造は日本国内ではなく、日本占領下の中国北京で行われていました。14年式拳銃の最末期の改良型で、正確な生産数は不明ですが、全体的に無駄を省いて大量生産を容易にする設計になっており、両陣鉄と機関部の一体化や弾倉の脱落防止スプリングの廃止、安全装置レバーが片手でも操作可能になるなど、オリジナルからの変更が加えられています。ラバウルのリサイクル航空隊。ソロモンニューギニア方面における日本軍最大の航空基地であるニューブリテン島ラバウルは、陸海軍の航空部隊が置かれ、通称ラバウル航空隊と呼ばれていました。ですが連合軍の反撃が始まると戦局は悪化していき、1944年2月20日には航空隊の残存機はトラック島へ撤退していき、栄光のラバウル航空隊は消滅します。戦闘機のなくなったラバウルではさらに敵機の脅威が増すことになりました。この時搭乗員はトラックへ引き上げたのですが、航空機整備を行う第108海軍航空省の技術者約3500名は未だラバウルに残留していました。陸軍の指導により陸戦部隊として戦うことになっていた彼らは、自分たちの能力を発揮することができない現状を嘆いていました。そんな中、技術者たちが目をつけたのが、空戦や空襲で破壊され飛行場に放置廃棄されていた破損飛行機でした。108航空省の整備士たちはこれらの機体を組み合わせて
完全な航空機を復元することに成功しています。再生された機体はゼロ戦約12機、97式艦砲2機、さらに陸軍でも100式司令部偵察機1機を修理しています。さらにゼロ戦のうち1機は偵察用としてラバウル独自の複座型に改造されています。こうしてラバウルには本来なら存在しないはずの航空隊が復活することになりました。これらのリサイクル航空部隊はゼロ戦隊は敵編隊と交戦して撃墜を報告しており、97式艦砲は白地への夜間雷撃も行っています。その他米軍白地への偵察や飛行場への空襲により敵機30機の撃破を報告したこともあります。ゼロ戦は地上部隊への空からの支援も行っており、存在しないはずの友軍機を見た将兵たちは地獄で仏に会ったような気持ちで空を仰いだといいます。陸軍機は1機だけと数は少なかったのですが、この100式指定はとても大きな役割を果たしています。その任務とは、ラバウルからトラック島への往復飛行を行い、ジャングルで戦う将兵の天敵であるマラリアの特効薬キニーネを持ち帰ること。100式指定は見事この飛行を成功させ、約60万錠のキニーネとともに帰還を果たしました。これはラバウルの将兵1人当たり6錠となる量で、100式指定は計3回の往復飛行を実施しています。100式指定の持ち帰ったキニーネが多くの将兵たちを救ったであろうことは想像に難くありません。終戦時ラバウルにはゼロ戦3機と100式指定1機が残存しており、これらはオーストラリア軍に接収されたということです。南方軍や戦争兵将と最前線の兵器生産。太平洋戦争において日本軍は東南アジアから太平洋にかけて広大な地域を占領しますが、現地には兵器を生産できる工場などはなく、戦争後半になると日本軍の輸送路が連合軍の攻撃によって脅かされ、前線での兵器不足が危惧されるようになります。南方軍野戦兵器廠は1943年9月に設置された南方軍の広報機関です。野戦兵器廠とは日本から送られてくる兵器の前線への補給や旅客兵器の修理整備などを任務とする組織です。南方軍野戦兵器廠はジャワ島に本省のバンドン造兵廠が、シンガポールに支省の湘南造兵廠が置かれていました。交渉では当初旅客兵器の整備や修理を行っていたのですが、そのうちに消火器や弾薬爆薬など現地生産兵器の製造も行われるようになります。方針に水道管や火砲の薬莢を利用した迫撃砲やガス管などの交換に爆薬を詰めて、両側をコンクリートで固めて導火線をつけた手榴弾、機関砲の薬莢を利用した手榴弾などアイデアに富んだ兵器のほか、38式歩兵銃に使用される弾薬である38式ジッポーや、ラン軍から旅客した小銃の弾薬も生産されていました。南方軍野戦兵器廠では1944年後半から終戦までの間に38式ジッポー86万発、手榴弾32万発、迫撃砲500門、迫撃砲弾5万6000発、40ミリ機関砲弾薬4万発、対戦車地雷600発、対戦車爆雷7万6000キロなどが生産されています。このほか補給の途絶した前線などでは交渉に頼ることなく、現地の将兵らによる兵器の生産も行われています。ビール瓶を利用した火炎瓶、鉄パイプにダイナマイトを装着し、マッチを使った点火装置を取り付けた手榴弾、ヤシの実の殻を利用した対戦車攻撃にも使える火炎手榴弾、ガスボンベを方針にして航空爆弾を発射する爆弾等など、バリエーション豊かな兵器が各地の戦場で作られていました。これらは前線で手に入るものを最大限に利用した非常に創意工夫に富んだ兵器といえますが、裏を返せば当時の日本軍将兵がいかに苦境にあえいでいたかを表していると言えるでしょう。
最後まで見てくれてありがとうございます。あなたが思うことをコメントしてくれたら嬉しいです。チャンネル登録、評価もお願いします。次の動画でお会いしましょう。